写真拡大。日本ハム、清宮幸太郎内野手19が18日、来月9日、10日のメキシコとの強化試合に出場する野球日本代表、侍ジャパンに初選出された。同球団からは近藤、西川も選出。清宮は、プロ野球選手として、 侍ジャパンに初めて選出されたことをとても光栄に思いますと決意を込めた。20年東京五輪に向けてチャンスが訪れた。高校日本代表として日の丸を背負って以来、念願の侍入り。一発長打が売りの19歳は選手としてはまだまだ未熟ではありますが、 日本代表の一員として日の丸を背負う以上、チームのために全力でプレーします、と語り、アピールを誓った。昨季は53試合に出場して打率207本塁打、18打点。故障に苦しみながらも一軍戦で存在感を示し、今季はレギュラーダッシュを狙う。 不安視されていた右手首の痛みも入れ、キャンプでは順調な回復ぶりを披露。チームメイトには偉大な先輩方がいるので、負けないよう必死に戦いますと力を込めた。